岡田慎一郎11月20日から1932年4月4日は、大正、昭和初期に活躍した建築家である。大阪市中央公会堂や東京府美術館、歌舞伎座、明治生命館などの設計で知られる。東京帝国大学建築学科を卒業した後、東京美術学校と早稲田大学で教壇に立ち、今和次郎、今井健治、三井道を、 吉田 58, 岡田翔五郎、村田精神、吉村純三ら多くの行進を育成した。病弱なため外遊をする機会はなかったが、海外の建築雑誌等を通して近代建築の動向を把握し、優れた建築評論を執筆している。設計作品には、鉄筋コンクリートで和風衣装を表現した歌舞伎座、日本における、 西欧洋式建築の最高傑作と評される明治、生命館、イギリス風邸宅建築のハット山一郎邸などがある。和洋を問わず歴史的な建築様式を自在に用いた建築家である。理論面では新しい時代の建築表現を試行しながら実作品では過去の様式を多用しており、モダニズム建築の立場から現行不一致と評されることもある。 明治建築の文化史的な意義を認め、関東大震災で大きな被害を受けたニコライ堂、日本赤十字社本社などの修繕も行っている。ありがとうございます。